ね、これなんていう電車が通るの？何線？ここは香川ご当地線。あ、でもあるっちゃね、一応11時、うん、ここはあの改札とかもないんで、運賃は、車内で降りてから払うらしい。とりあえず1区間だけなんで210円です。そのすごい絶景を見るために乗るんです。さあ電車入ってきましたよ。乗っとるね。あ、本当や、前やん。本当やね。前がいいとこになる。どっちでもいいの？整理券取るの？お金どうするの？整理券取るの？結構乗ってました。わからんやった。おー、すごいよね、ここね。すごい、めっちゃすごいよ。すごかった、すごかった。
面白かった。途中まではジャングルやったけど、でも何に乗っとっちゃん、びっくりした。あ、これしかないけんね。すごい。でもこの駅で降りるのはここで働きよう人やろ、間違いなくね。すごいよねこの駅。ほらこれとほらセットで撮ったらいい感じよ。これすごいねここね。15人ぐらい乗っとった。みんな田川まで行くみたい。お昼ご飯は道の駅糸田で、田切さんの大人気の特選ホルモン定食です。これがセットが750円です。今日初めてお願いします。お願いします。これでどうすか。ホルモンも柔らかくて、いい味ですね。ホルモン好き？大好き。昭和の人間、結構味付けもちょうどいいぐらいやろ。ちょうどいい、しつこくないですね。そうそう、ほらご飯と合うっちゃん。バイヤーも、美味しいです。美味しい。足りんじゃない？でも、足りんね。ちょっと足りんぐらいがでもいいよね。めっちゃ美味しいとよ。ぜひ食べに来てみてください。じゃあこれも早なめができるっちゃろ。ね、これの早なめ見たくない？いいよ、どうぞ。すげえ、なんか動物みたい。ベロして、ベーして、ベーして、ベを出して、うわー、ちょっとちょっと見た、うわー、めっちゃ真っ黒よ。すごい、歯もお歯黒状態や。で、味の方はどうでしょうか。普通のソフトですね。チョコレート、うん、なんかこう黒いとね、みんなね、どんな味かなって思うけど、意外にね、美味しく食べれますよね。なんか唇が黒い。怖い、なんか怖い。あ、口アップ。長崎街道ね。だから歩いて行きよったという長崎まで。すごかろうが。うん。あ、ここ今すんとらんね。中に灯籠とかもある。ちょっと待って。草ぼうぼうやけど、あの丸窓がすごい素敵。向こうから境界線。向こうが入り口の境界線ある。あ、結構いろんなお店があったっちゃね。うん。考えられる。すごいねこの辺ね。うん、あ、結構でも新しいお家も建っとるよ。そう、あ、このなんか参道って書いてある。ほら、神格寺。こんな寺だってその当時からあったっちゃろ。ね。あ、これなんかいいね、この家ね。ほら、
キングタルブキも。わあ素敵。写真館、あ、もっと写真、だって素敵やもん。ここほら。ね。やっぱなんかハイソサイティなデザインやん。いい。入り口のドアがいい。いい。前看板に入っとったっちゃろ。まあ見て、上ちょっと素敵。木枠やし、あのデザインがいいよ。ほら。こっち？おお。エルデコ町の飾りと。素敵ですよ。ここから見たらほら、見て。ね。素晴らしいわ。こうどこから抜けれるん？あ、裏行けますよ。ほら、お嬢様が裏に。これね、ゴミ箱ね。あ、なんかお寺でっかいね、やっぱり。わあ、すごいね、裏も。うん、これ曲がっていくと寺に行けるじゃないだっけ。あっちなんかすごいアパートがある。ほら、ザ・昭和ね。ああいうアパート好き。これ糸かなんか違うね。糸があったじゃない。やっぱ昔の名残とかあるね。え、こっち、こっちやん。こっちに。ねえ、これ下さ、昔のなんか、屋根とか、陶器とかの欠片が、下に落ちとる。抜けれるて。匂うもん。抜けれますよ。ほら。ほら。抜けれた。当たるっちゃから。なんかそこにクレームが、わあ、この作りもいいですね。寺立派すぎ。ああ、さっきのね。そう、さなよう県たどり着くとよ。来ようと思ったらこれんちゃから、ね、あ、なんか石碑があるよ。これ寺古くない？これほら、お寺すごい。しかも意外に古い。あ、にゃんこ、にゃんこ先生や。喋れるという私。もうくたばっとると暑くて。そうだ。暑いよ今日は。わ、この道いいっすね。なんか素敵な参道。薩摩有馬。ああ、昔ね。うん。
この商店ほら、カラモンとかって書いてある。これへえ。だってこっちも中野さんやもん、うん、この辺全部中野さん。あ、お地蔵様、あ、ちょっとご挨拶しとこう。邪魔します。これも当時からあるの？すごいね。うん、意外にね、こんな近場にすごいね。え、これさ、この木柱見てよ、スピーカーがついとる、ほらね。するよこれ。点々がいっぱいあるな。うん、これなんで？焼酎器って言って、うん、靴につけると内側にこう爪みたいなのをつけて、ね、うん、これでね、かかったの足でこうガンと打ち込みながら登っていく。あ、だけんこの跡がついとん。そうそう、だね、すごいね。仕事で登り降りするときはで、うん、今のステップがついてるじゃん。うん、なんか危なくなっていく。あ、こっちのなんかお地蔵様、優しいお顔ね、このお地蔵様たちほら、なんかお顔優しいよ、うん、ね、すごいね、ここに全部並んである。群教石、過去と比べの境に建てられたりして、うん、これ好きな人がいるんですよ。これ好きな人いますね、こういうマニアさんいますね。古いね、古い草。こっちは何なん？これは、あ、こっちが綺麗な、ね、ブロッサムでレイコータイムです。ここね、昔からある喫茶店ですね。昔でもこういうタイプの喫茶店流行ったね。二股線のとこになって、そうそう、あったあった、ね、懐かしい。これいいよ。あ、結構みんなやってるね。はい、あ、そうそうそう、これ丸いやつ、これちょっとやった方がいいよ。あの、今月の占い見ときね、もしかしたら悪いことあるかもしれない。でもいいことしてる。今悪いことそんなの気にせんけど。これ合わせてやった、これ何座とか合わせてやった、あ、そうなん。じゃあダメ、不幸になるね。これ自分の星座とか合わせるとは全然何もしてないよ。今何色になっちゃった？そうでしょ、うん、もうダメって。とりあえずミリな、シュッジラブーン呼んだけど、ラブーントラブルが多いとき、だけダメってことやん、結局。誰かおると、誰かおるの今、好きな人、ね、ママやね。ママって何かあった？ダーン。あ、ないないない。もう昔じゃない。ダチ。あ、オレンジがいいって言う。アキさんと一緒やん。あの、ラッキーからオレンジ。アキちゃんが着とったオレンジ。オレンジ着ても何？オレンジ買い？だいだい、いいやん。これはあの、舞茸様ですね。あの、舞茸様にちょっとご挨拶してください。ね、やっぱりこれからもうちょっとお願いしとかな、一番ねえ、もう使わんでも一応ちゃんと使わんでも使ってもいいけん、ちゃんとね、ああちゃんとやっときって、ガンとかなるって。そうよ、
もう使わんとかいいよ。使おうか、うん、もう使わんでいいけん。生理現象で使うじゃない。大きくなりますように。ちゃんと頭下げとかな、舞茸様に。このちょうどない、この赤い系公共団地のもうすぐバス停の隣です。Thank you.